輪廻眼を揃えて出てくるんだぞ。火影になる、そういった本当の意味、それってこうしてかつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれない。来るよ。お前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるな。イメージャン、チームワークだ。あら、一緒に死んでやるのもチームワークというやつだ。だろ、因果が揃ったか。下半身は回復が進んでるな。オービト、残念だが赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでる。まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。もう引かない。さくらちゃん、柱間の孫娘と同じ再生体の術か。届かない。なんだ、気にしないで。ナルト、ジョスケ君は私のこと大丈夫だから。あの左目、リンネガン。マダラの影が4体に増えている。自爆転生。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちはならずうまくやってくれる。これが陸道の力。前の時より低減し数が違う。来た、影も来るぞ。影分身の術、任せろってばよ。俺はこいつらの死に様を記録しておくか。ラセン手裏剣。くそ、次々来る。石碑の内容によるが、裏を持つ者が月に近づきし時を照らせ。無限つくよみ。なんだこの揺れは。四時の方向、隕石です。なんて火事だ。ナルトのみんなに渡していたチャクラが消え、あのでかい木も急に消えた。なんだ、どうした木は。月を見てみろ。次ので隕石は全部粉々にすっから、もう大丈夫だってばよ。行け。急に降りてくんな。お前まで螺旋手裏剣に巻き。こら、もっと静かに着地しろ。あの目、まさかマダラの術がもう。大名様、大変です。起きてください。大名様、外が大変なことに。夜なのに昼のように。では影をも貫き見通す。どういうことじゃ。体が動かない。ナルト君。ナルト、今はダメだ。薄さの光を通していないのか。インネガン、この術をも退けるか。クタスサノオがなければお前も奴の現実に縛られるぞ。気を待て。太鼓タン、神女の生命エネルギーで人々を縛っている。なぜわしはかからない。ヤマトか。あれここは直ヤマト三代目。
忌まわしきチャクラなき夢の世界の始まりだ。アダラの術が発動した。強力な幻術だ。全員その幻術に落ちただろう。助かったの俺たちだけかもな。無限つくよみか。今頃みんなは夢の中だ。いつ出れんだよ。月の光で幻術にはめるようだ。その光は徐々に弱まりつつある。マダラ、お前がウチャを語るな。語っていいのは兄さんだけだ。やはり光を通さなかったか。なお幻術から覚まさせるにはどうすりゃいい。リンネガンの幻術はリンネガンで処理で。世界の救世主たる俺がな。マダラ、あの額の目。おかげ4体に四方を囲まれてるぞ。我らには何もさせん。今この世の因果を断ち切った。こんなの嘘っぱちじゃねえか。あの幸せの邪魔をしているのだ。やめた世界は、俺は地獄を天国へと、違いをようやく正したのだ。山も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。会に駆り出される。忍びの世界を変えようとしては、腹の奥、腹渡まで見せ合うことはで、憎むことは決してやまない。どうなった。忍び同士の戦いは止まらぬ。一次忍界大戦、第二次忍界、第三次忍界大戦だよ。それが柱間の作った忍び世界。おとなしく美獣を渡せという提案はしたはずだ。今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を。俺は忍びの長き戦いの歴史から救世主として争いを取り除いたのだ。理解しろ。全て終わったのだ。ようやく体が温まってきたぜ。